マルクロペスタレースは、スペインバルセロナ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルス14勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス106位、ダブルス3位。2016年全仏オープン男子ダブルスで優勝。リオデジャネーロ五輪男子ダブルス金メダル。 2012年に ATP ワールドツアー、ファイナル男子ダブルス優勝の経歴がある。2012年の ATP ワールドツアーファイナルにも、マルセル・グラノリエルスとのペアで決勝に進出し、マフェ・シュブ・パシ、ロハン・ボバンナ・ナウミを7から5、3、6、10から3で破り優勝した。2014年全仏オープン男子ダブルスでは、マルセル・グラノリエルスとのダブルスで初めて4。 大大会ダブルスの決勝に進出した。ジュリアン・ベネトーエドアール・ロジェ・バセラン組に3の6、6から7で敗れ準優勝となった。全米オープンでもマルセル・グラノリエルストンのペアで決勝に進出したが、ブライアン兄弟に3から6、4から6で敗れた。2016年全仏オープン男子ダブルスでは、フェリシアーノ・ロペスと組んで、3回戦で第1シードのエルベール。 ク組を7から6、6から1で破ると、準決勝で、ディフェンディングチャンピオンのドーディング、メロ組を6から2、3から6、7から5で破り、自身初のグランドスラム決勝進出を果たす。決勝では、ブライアン兄弟に6から4、6から7、6から3で勝利し初のグランドスラムタイトルを獲得した。リオ五輪の男子ダブルスでは、ラファエル・ナダールと組んで決勝に進出。 決勝で、ルーマニアのメルジャ、テカウグミに6から2、3から6、6から4で勝利し、金メダルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。